フランス王国はかつて存在したヨーロッパの王国である。起源はフランク王国に遡り、フランス王国の名もフランク王国の発音が変化したものである。また、西フランク王国とフランス王国は同一の王国を指す歴史学上の別名であり、一般には遊具家庭が西フランク王に即位した987年。 以降の西フランク王国を指してフランス王国と呼び、それ以前のフランス王国を指して西フランク王国と呼ぶ。これを前提とすると、1789年のフランス革命まで800年間、さらに1848年にオルレアン朝が倒れて王政が廃止されるまで、第一共和制、第一帝政期を挟んで約840から860年間、 存続したことになる。フランス王国は、かつては、西フランク王国と呼ばれていた。現在では、カロリング朝時代の西フランク王国のみを指して、西フランク王国と呼び、カペー朝以降の西フランク王国を、フランス王国と呼び分けることが多い。カロリング朝の元における西フランク王国については、西フランク王国を参照。家系図カロリング朝が断絶した後、 1987年に、西フランク王ロベール一世の孫にあたるパリ博、遊具ペ庭が西フランク王に選ばれ、家庭庁が成立した。成立当初は、権力基盤が非常に弱く、パリ周辺のイルド・フランスを抑えるのみであったが、フィリップ二世やフィリップ四世の時代に王権を拡大させ、イングランドやローマ教皇の勢力に対しても優位に立った。 1328年まで14代の王が続き、またブルボン朝に至るまで、フランス王国の歴代の王朝はミナカペー家の分族から出た。カペー朝断絶後、カペー家の支流バロア家からフィリップが即位し、バロア朝が始まった。初期には1339年に勃発した100年戦争に苦しんだが、この戦争を通じて、英仏両国で国民意識が形成された。 後期にはイタリアへと領土的野心を向け、1494年からイタリア戦争を開始したが、ハプスブルク家によって攻撃され敗北した。1589年までの間に13代の王が続いた。なお、ルイ12世以降、バロアオルレアンアサ、フランソワ1世以降、バロアアングレームアサとも呼ぶ。ルイ14世から72年もの在位期間を有し、 ギネス記録を保有している人物である。バロア朝が断絶し、カペー家の別の死流ブルボン家のアンリ4世が、フランス王として即位したことでブルボン朝が成立した。ルイ14世の時代には、領土拡大などの成果を上げたが、国民には重税を課し、フランス革命を招いた。フランス革命によって、フランス王国が滅亡ブルボン家は、フランス革命で王位を追われた後、 ナポレオン一世の失脚により王政復興を成し遂げたが7月革命によって再度王位を追われた。処刑されたルイ16世の生首を見て歓喜している国民と軍隊の人々。なお、ルイ16世のギロチン処刑が実行され、ルイ16世の子女は監禁生活を送っていたため子孫を残さなかった。その結果、長期にわたる王室の家系は完全に断絶してしまった。 7月革命により、新たに、ブルボン家の主流である、オルレアン家のルイ・フィリップが即位し、オルレアン朝が成立した。ルイ・フィリップの王政は7月王政とも呼ばれる。ルイ・フィリップは、内閣制度を導入して、立憲王政の成立やフランス経済の発展を目指した。貧富の差の拡大などもあって、国民の不満は爆発し、2月革命を引き起こした。この革命で、 第二共和制、ついで第二帝制が成立し、長きにわたったフランスの王政も終焉し、フランス王国ならび、フランスの君主制は完全に滅亡することになった。フランス王国においては、他家の干渉を恐れて、サリカ法を根拠として、女系を含む女性の多い継承権を廃止したため、フランス歴代国王はすべてユーグカペ兵の男刑子孫の男王である。 ヨーロッパでは一般に、女系での王位継承や女王が珍しくなく、フランス王国の特徴を成している。フランスの王党派は今なお、王政復古への望みをつないでいるが、ブルボン家の支流の内オルレアン家を支持するオルレアニストと、現在では、スペイン・ブルボン家を支持するレジテミストの2敗が、対立している。分裂後の青い部分が王国領フランス王国は、領土の拡張が激しい時代であった。 13世紀以前のフランス王国のごく一部だけがフランク王の支配下にあったとされている。1030年のフランス王国の領土1180年と1223年における領土の変化1447年における領土1789年における領土北部ではノルマンディ王国の形成につながる海賊の侵入があった。西部では12世紀に イングランド王国を含む安住帝国を設立したことにより、安住帝国の君主はヨーロッパで最も強力な権力者としての地位を確立していた。その結果、安住帝国とフランスのカペーケ王の間のフランスの分割は百年戦争につながり、フランスは15世紀半ばまでにのみこれらの領土の支配権を取り戻した。ノートルダム大聖堂は、 フランス王国の宗教を象徴する建物である。フランス王国の宗教は時代によって入れ替わったとされている。建国以来長期間信仰されたのはローマカトリックが主流な宗教であった。987年から1682年3月19日、1801年7月15日とされている。一部の国民は、 アリカに住む教会を1682年から1794年3月まで、その後は聖職社民事基本法の宗教は1791年から1801年までと、される。その後はユダヤ教などが信仰されたとされる。フランス王の体幹は代々ランスで行われた。ランスはフランク王、クロビスの洗礼の地であり、フランス王はその王権の根拠を、 ランスに保管されている声優による性別を受けて、クロビスの後継者となることに求めたためである。その背景には、中世ドイツにおいて、東フランク王国の夫大帝が、ローマ皇帝として退官して以降、西フランク王が、ローマ教皇に、ローマ皇帝官を受けて、ローマ皇帝として、カール大帝の後継者となるという方法が使えなくなったという事情がある。 100年戦争の混乱の中でシャルル7世はイングランドからランスを奪還するまで体感できなかった。ありがとうございます。